警視庁の射撃訓練施設に来ております。今回はこちらで開催される射撃競技大会をお伝えいたします。第一競技はお装置競技です。お装置競技は2分間開放された標的に向かって射撃する競技で、警備員以上の幹部で点数を競います。打ち方は始め。これから最後のバイアスロン競技が始まります。5人のリレーで1人160メートル走った後、射撃をします。機動力と第一次制圧力を兼ね備えた機動隊銃器対策部隊が平素の訓練を通じて旺盛な士気と高い技能を保持し続けるという事実、そしてその存在自体が抑止力であります。銃器対策部隊の任務の重さを改めて肝に銘じ、本日の競技大会の結果も糧にさらなる高みを目指して、明日からまた新たな気持ちで訓練を積み重ねていただくようお願いをいたします。